ビシュニア型情報収集艦は、ソビエト、ロシア海軍の情報収集艦である。ビシュニア型は、NATO コードネームであり、ソ連海軍の計画名は864型二等中型偵察艦である。ソ連海軍が初めて情報収集任務専用に、設計したバルザム型情報収集艦をさらに、大型化したタイプとして建造された。艦隊は、大型化。 レードームは小型ながらも1機が追加され、マストも大型化されている。武装も AK-630M がバルザム級の1機から2機に増加している。ビシュニア型情報収集艦は7隻すべてがポーランド人民共和国のグダニスク・ベステルプラッテの英雄たち記念北造船所で建造された。1986年7月、SSV-520 メリディアンは、 まだレードームを搭載していない試験公開中にも、かかわらず、北、大西洋条約機構の軍事演習、ノーザンウェディング86に堂々と現れ、西側諸国の度肝を抜いた。その後、ソビエト連邦の崩壊後に、他の艦艇が続々と、退役や予備役編入に陥る中で、現在も全艦が運用されており、ロシア海軍の情報収集艦の主力となっている。後継艦として、 4000トン級の18,280型情報、収集艦がある。1番艦ユーリー・イワノフは2004年に寄港し、2014年末にロシア海軍に引き渡された。2番艦イワン・フルスも2013年に寄港されている。海外官邸ニュースロシアの新型情報収集艦ユーリー・イワノフが収益、世界の感染台814周回者。 ありがとうございます。